今日は、飛ばし、にこだわった、一日にしてほしいと思います。怪我がないようにお願いいたします。では皆さん行ってらっしゃいませ。はい、おはようございます。おはようございます。宮下です。純です。今日はですね、プロアマのコンペにやってきました。はい、今日のコンペの内容は、はい、飛びゴルイン千葉、飛びゴルイン千葉ということで、プロドラコン選手の方々と一緒にラウンドして楽しむというイベントです。はい、さっきオープニングもやってたんですけども、ドラコン選手が40人くらいいたよね。いっぱいいましたね。やっていくんですけども、参加賞をもらったのでそれの自慢でいきます。はい、1個目テーピング。これなんかこういう形なんのかな、広がっている六角形じゃないけど、スターテープ、ボール、あ、さっき言ってたボール、エスティバンボール、はい、硬そう。あ、でもなんか、なんか飛ぶし、なんかスピンがとか言ってますね。柔らかいとか言ってた。サムライ。他にも出た人にはなんかシフトが全員プレゼントするとかなんか言ってたような気がする。なんか豪華なんですって。じゃあ行きましょう。飛ばすぞ。はい、飛ばすぞ。おはようございます。おはようございます。今日はい、一緒のチームでもある安楽プロです。はい、安楽です。よろしくお願いします。お願いします。はい、あのスクランブルゴルフっていうことで、はい、順番に打っていくんですよね。そうそう、順番に打っていって一番いい人のボールを選んで、はい、じゃあこれ一つのチームっていうことですね。チーム優勝も狙える、狙えるかな、ね、はい、大丈夫。誰かがミスしても誰かがやってくれる、カバーできる、はい、なすりつけます。人任せ。今日はこの3人と、うん、もう一人ゲストの方もいるんですけども、はい、まあ4人で、はい、4人でやりたいと思ってますので、はい、淡々とやりながら、うん、お話しながらやっていければと思っております。はい、いろいろね、アドバイスいただきながらね。はい、わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。145ヤードだそうです。7番使います。ニアピンですよ。なんか遠く見えるんだけど。確かに木が低いからかな、ピンが短いです。お、完璧、戻れ、いい、ゴー、いい、でかい、いいよ、最高、最高、最高です。ありがとうございます。もう一回9です。ああ8で行きたいですけど、どうやろう、わかんないです。すごい、パワー上がっていく。フックがフライになっちゃう。大丈夫かな。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。9番ですね。ニアピン行った。あ、右だ、私も。短い。右。しょぼ。これマークします。イエス。スジェンボール。はい。あ、マークするんだ。そうです。マークして、じゃあ。お、うまい。ちょっとかな、はい。いいよ。ね。うまい。強い。うん、56。で、ベストからみんなで。4回打つっていう。お、入る。さすが。いいかな。うまい。はい、ナイス。あ、惜しい。2番手バッター。うん、後ろ、横にして、はい。絶対後ろに回さないでください。なんか打ちづらそうなんですけど。マークはね。まあ、また2人いるし。また入れてください。なんでですか。頼むよ、頼むよ、お願いだよ。おー、本当にね、今ね、なんか心の中で絶対俺に回すよと思ってた。もうちょっと嫌ですよね。ティーハターの右とか、まあ、あれば、好きに打っていただければ。そうね、4人いるから助け合いです。おー、完璧。あれ大丈夫、いいよ、キックして出てくる。オッケー。お願いします。うわー、やばー。うわー、すごい。これ全然ダメなんですよ。ダメ？これね、いいけど、キックした。
完璧。綺麗だね。かっこつけてんな。いいね。イエーイ。私のボールが採用されました。いいっつって。完璧。もう打たなくていいかも。もう打たなくてもいい感じ。おナイス。ナイスオン。超えた。いや全然全然ナイスオン。ナイスオン。ナイスオンです。8番。おお。いいよ。でもカップに入ってる。これは 5-2 です。52度。ごめんなさい、俺もダフったよ。取った。お、いい。うわ、よし。うまい。あ、でも一つですね。今握っちゃうの。過ぎてから曲がんだけど。まっすぐ目で打ってみて。はい。それは、それはめっちゃ右。激押しくん。ちゃんとした。入る入る。うまい。ナイスです。ナイスナイス。イエーイ。おお、完璧で、うん、全然もうベストポジだよ。パーフェクト。そこもっと右ですね。もっと左でもいいぐらいです。すごっ。ここにボールがあるでしょ、はい、好きに振ってみて、ビュンって。全然手前にヘッド落ちてるじゃないですか。はいはいはい。でこれがコツで、当てに行かなくていいわけですよね。あ、だって落ちてるのがここで、ここから上昇して当たってるわけでしょ、はい、で素振りの時はここに落ちるんだけど、ボールがあそこにあるとみんなあそこに行くから、あみんなこう打ちに行っちゃう。打とうとしてダメなの。構えて空中に球が浮いてる。言い方変えると空中にここに球が浮いてる、うん、ね、大きな球が、はい、振れば絶対当たるから。スイートスポットで当たるとは限らないだけど振れば当たるんだから、うん、しっかりボールを見て当てようと。これ最悪。うん、ドライバーなんて一番空中に球を浮いてるわけだから、アイアンは落ちたところで当たらないと飛ばないの。球とボールが当たらない。わかりますよね。球とヘッドが、クラブヘッドが落ちたところに球がないと飛ばない。ドライバーはここだろうがここだろうがここだろうが動けば当たるから。振れば当たる。振れば当たる。絶対当たる。空中に球が浮いてるから。球を意識しないで。そういうか、そういうか、そういうか。はい、ナイス。全然 OK だ。だ別に変なし、毎回皆さんスピードスポットに当てようとするわけでしょ。はい、当てなくても今のクラブは多少ずれても飛んでいくわけよ。うんうんうん。だけど一番ダメなのはちゃんと丁寧に当てようとするから、うん、それよりもブーンとスピード出して少し外れたところに当たってる方が飛ぶから。あ、なんでか当てたらクラブがいいからでしょ。うん、うん、僕52で打ちます。はい、うん、大きいか。あれでかい。ちょっと大きかったね。ピッチングで打ちます。ピッチング、はい、ここライガーね。いいよこれ。弱そう。いい。キックして。あれ、ちょっと待ってたか。56です。56。思いっきり出したけど。いけ。全然出したけど。ナイス。ナイスオンです。いったかな。うん。いや全然いい。最高。入れ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 。うお、すごい。もういいかな。うまいよこれも。うまい。めちゃくちゃうまい。うまい。ああ。これいいよ。いけ。もうちょっといけ。慣れて。ええ。ダメだ。うますぎるみんな。ちょっと惜しい。ナイスバー。